おはようございます。おはようございます。ヘルチャンネルの時間でございますよ。ちょっと待ってね。いきなりなんですけど、ちょっと待ってね。橋の上凍ってないだろうな。大丈夫だろうな。あ、大丈夫そうだね。っていうのが何をやってるのかって言ったら、昨日雪がすげえ降ったんですよ。それにしちゃ雪溶けてるなっていうところを持ちまして、本日は ADV150 乗りまして、セカンドチャンネル撮っていこうかなっていうふうに思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。そんなわけでございまして、昨日雪降って朝方ここガチンガチンに凍っていたというわけなんでございますが、どうやら大丈夫だというわけでございまして、ちょっと安心して走っていこうかなっていうふうに思ってるというわけでございます。本日何やってるのかって言ったら、また電熱製品のテストやってみようかなっていうふうに思ってるというわけでございます。何の電熱製品のテストやってるのかって言ったら、電熱ベースとかそういや家に転がっとったねっていうわけでございまして、ジオファクトリーさんやってるねというわけでございまして、まあセカンドチャンネルでございますので、そういうところも言っていくというわけでございますが、電熱ベースを着用いたしました。電熱セーターも着ています。電熱パンツも履いております。そして電熱グローブもつけております。お前はよ、本当感電するでみたいなことを、まあそういうことを思いながら走ってるというわけでございまして、今日は電熱ベストを付け加えたらどうなるのかっていうところをお試しで走ってるというわけでございます。それにつけてもやつは変わるというわけなんでございますが、本当道がね怪しいなというところを感じてるというわけでございまして、歩道のあたりはやっぱり雪の凍ってるなというわけでございまして、この辺一般道を走るのであればそれはまだ大丈夫なんですけど、橋の上なんだよ。どうだ、大丈夫だね。もう大丈夫だなと言っても、あまり山の中には入っていかないというわけでございますので、この電熱テストも省略版でお届けするというわけでございます。そして今何を感じてるのかって言ったら、背中あったかい。電熱ベストと電熱セーターの組み合わせは良かった、良かったよ。そら大津さん、やりすぎじゃないんかっていうふうに思われてる方いらっしゃると思うんですけど、仕方ないじゃない。大津さん寒さに弱いというわけでございます。夏には異常に強いんですけど、冬に異常に弱いというところを皆さんにはお伝え申し上げておきます。すごいな、これ電熱ベストと電熱セーターの組み合わせは。背中ポカポカだよっていうところを感じながら喜んで走ってるというわけでございます。電熱グローブに関してなんですけど、こいつすごい効くっていう風に言っていたじゃないですか。そしたら愛媛のご視聴者、まあ先輩なんですけど、それ何時間持つんっていう風にご質問が来ていました。本当よね、これ何時間持つんだろうっていうところを考えておりまして、近々こいつも改造する、改造まあきっちり使えてるのに改造すんだよ、それで壊れたらどうすんだよっていう風に思われてる方いらっしゃると思うんですけど、ちょっと改造して使おうかなみたいなことを悪巧みを考えております。電熱グローブ、青信号になりまして、レッツラゴイでございます。今時間帯はお昼時間だというわけでございまして、セブンイレブンはめちゃんこ人がいるなというところも感じてるというわけでございます。一体今何度なんかな、絶対すごいはずなんですよ。朝方マイナス7度、マイナス8度っていう風な、そういう気温だったんですけど、お昼になってもこれ多分寒いんだぜ、なあ言ってるなおい、これ多分寒いんだぜみたいなことを言ってるというわけでございます。それほど上半身がポカポカでございます。いつもでありましたらこの辺まで走ってきましたら、腕とそして胸が電熱パッドが入っていないところが寒く感じてきましたみたいなことをほざいていたんですけど、なんだろう、なぜかよ、腕も寒くないし胸も寒くないというわけでございます。おそらく背中がめちゃんこあったかいんで、それの影響なんだろうな、体全体がポカポカしてるんじゃなかろうかなっていうところを感じながら走っております。雪が舞ってまいりました。おそらく寒いものと思われます。本当、まあさっきも言ったんですけど、おそらく寒いんだと思うぜ。これはそんなわけでございまして、いつもの装備プラス電熱ジャケットっていうのを今日は付け加えて走ってるというわけなんでございますが、モコモコするのがなんか嫌だったんですよ。だからダウンジャケットはいつもよりもワンランク薄いライトダウンジャケットっていうのを着ています。だいぶこれで身動きも楽になってるなっていうところを感じてるというわけでございます。ダウンジャケットの分厚いやつ着ていたら、本当雪だるまのミシュランビバンダム君みたいな格好して走っていたんですけど、だいぶすっきりしています。見た目もね、でも肉ついてきてるからな、最近相殺されてるというわけでございます。いやいや、こりゃいいですよ。着膨れすることなくあったかいっていうのは、まさに大津さんが求めていたその機能性と見た目、見た目もちょっとは気に
になっていたんだよ。本当にビバンダム君みたいになってたからな、いうところを両立できてるなっていうところを感じてるというわけでございます。もうちょっとしましたら気温計があるところに到達するんですけど、まあこのままちょっと垂れ流しで動画をお届けしておきまして、果たして今何度なのかっていうのが非常に気になるところでございます。見えてまいりました。2度か、あ、2度だな、え、違うか、5度か、あ、そんなに寒くないんだびっくりだ、あれ、あ、そうだって、今5度だって、5度はあるというわけなんでございますが、これ以上山に突っ込んでいくっていうのは自殺行為になってくるというわけでございますので、道路凍結絶対してるからね、そろそろこの辺で引き返そうかなっていうふうに思っております。ゆっくりゆっくり走行に切り替わったというわけでございまして、そして受ける風もかなり少なくなっておりますので、さらにこのあったかさっていうのを肌で感じることができるというわけでございます。肌で感じてるよ、これ味覚じゃないというところは皆さんにお伝え申し上げておきます。いやいや、そうだったのか、これであと電熱崩したが明日か明後日かしあさってぐらいに到着するというわけでございまして、電熱崩した履いたらどうなるんだろうというところが非常に楽しみだというわけでございます。人間様の装備はこんな感じでどん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 整ってるというわけでございますので、早くツーリング行きたいなっていうふうには思ってるんですけど、雪が降ったり止んだり降ったり止んだりみたいな感じでなかなか遠くに行かれなくなってるっていうところも皆さんにはご報告申し上げておくんですけど、山口県行きたいな、山口県で行ってみたい店があるんだけどなっていうところを感じてるというわけでございます。下道は絶対無理だなもし行くとしたら高速道路でパッピューみたいな感じで行くんだろうなみたいなことを思っております。電熱テストもあらかた済んだというわけでございますので、全く関係ない話をしようかなっていうふうに思うんですけど、明日オートバイ屋さんがハンター株を引き取りに来てくれるというわけでございますので、ようやくハンター株の修理が目処が立ったというわけでございます。動画でもご紹介させていただいたんですけど、ハンター株直すのにご視聴者さんがこれヘルさんマフラープレゼントって新品をわざわざ送ってくれたりとか、本当ありがとうございます。皆さんのおかげで修理が完了すると、まあ完了はしてないんですけど、修理に出せる運びとなったわけでございます。おそらくまあバイク屋さんとも話したんですけど、2月いっぱいには治るかねってから聞いてみたら、うん大丈夫、まあ大丈夫じゃろうっていう話しておりましたので、3月にはハンター株でまたブイブイはしてやるぞっていう風に感じてるというわけでございます。だいぶ地元あたりまで帰ってきたんですけど、まあ今日地元しかフラフラしてないんですけど、それでもなお地元の方に帰ってきたんですけど、本当落ち着いて運転できたな、歯を食いしばって多少なりとも我慢しながら走るっていうことは今日は一切なかったなっていうところを感じております。ただね、足の裏と足先はやっぱ冷たくなるないやこれジンジンしてきたなっていうところを今感じております。そんなわけでございまして、本日はご近所をサクサクっと走って防寒電熱製品テストっていう様子をお届けいたしました。あともう少しで完成でございます。電熱靴下ね、はい、あ、それと電源の取り出しだ、それを考えないといけないというわけでございまして、ではでは